こんにちは、アニマルコミュニケーターのまゆみです。迷子捜索シリーズ3回目のお話をしたいと思います。先ほどの、ね、2の続きにそのままなるんですけども、アニマルコミュニケーションの限界の部分ですね、得意とすること、そうじゃない部分のお話をしました。アニマルコミュニケーションの得意とする部分は、動物もちゃんと意思があって逃げていることが多いので、その動物のちゃんと言い分とか思っていることをちゃんと聞いて、そしてそれを理解して、飼い主さんと共にですね、理解して話し合いをするっていうことがすごく大事になってくるし、これが実は、私が今まで関わった中の、その保護できるできない、見つかる見つからないの勝敗を分けているように感じます。なので、すごくそこの部分ではアニマルコミュニケーションではとても大切な部分も担っていると思っています。と同時に、先ほど話したように、あくまでも動物目線、動物からが話してくれること、動物が見えること、その視点からお話をするので、やっぱりピンポイントで一番創作で大事な部分であり、みんなが知りたい場所ですよね。そこがピンポイントで、どこの何丁目の何番地にいるっていうところまでは動物にはわからないので、そこがアニマルコミュニケーションの限界でもあるというお話でした。で、実際見せてくれるのは特にね、住宅街だと本当に難しいんですね。似たようなお家が見えたり、似たような風景だったりします。で、たまに特徴的なものが見えたりした時に、例えば、ですね、スターバックスがを見せてくれたことがあるんですよ。でもそれだけだったらね、すごく、難しいんですけど、その近くに、インターっていうか高速道路の標識もついでに一緒にその子の目線から見えたのが送られてきたんですね。で、そうすると、そういうインターの近くでスターバックスっていうと、その捜索をしていたね、ところの付近では限られるんですね。で、その辺りを捜索したっていうような場合もあるし、あとはそうですね、やっぱちょっと教会が見えて、それもその地域の中ではそんなにたくさんあるものじゃなかったんですね。なので、やっぱそこから、近づいていったっていうのもあります。その他はそうですね、あとはただやっぱりここも注意点なんですけど、全て動物目線なので、私たち人間の価値観と感覚が違うんですね、動物たちっていうのは。だから、ある子は、馬の横顔を見せてくれた子がいるんですよね。なので、それは都内だったので、考えられるところが、乗馬クラブ、それから馬の銅像があるところですよね。で、そういうところを重点的にやっぱり探したんですけど、なかなかそこにはいなかったんですね。都内でもいくつかあって、で、ちょっと浮かんだのが馬事公園って有名なね、場所ありますよね。そこも行ったんですね。で、そこは実はヒントで近かったんですよ。でもそこにはいなかったんですね。で、実はそこからそんなに遠く離れてないところで保護できたんですけど、その時はね、説得した後で本当に自ら姿を出してきてくれたことで保護できたんですけども、監視カメラに全然関係ないね、監視カメラに映って、情報も入りで、なんていうのかな、一応迷子捜索の時に私が動物にお願いするのは、もし出てくる気になった場合は、例えば捕獲器が仕掛けられている時はそこに入ってほしいとか、そうじゃない場合はお家に帰れるか、近くの場合ね、聞くと帰れるっていうと帰ってもらう。で、実際ね、猫は割と帰ったりしてましたけど、犬は難しかったりするんですけどね。それは何でかっていうと、やっぱり匂いが消えていたり、あとそれからやっぱりサバイバルなんですね、逃げてる時って。なので、
本能がすごい全開になっていく、そのスイッチが入るんですよ。そうするとたとえすごく長い間飼われていた犬ね、ワンちゃんだったとしても、だからもともと保護犬でもなく野犬でもなかったとしても、本能が全開になる。それは生き抜くためにね。なのでいろんなそっちの本能の方が勝っているので、そのいわゆる寄生本能の方、お家のこととかが消えてしまっていることもあるんですよね。でそういうのでわからないとか、まあ、いろんなパターンがあるので、あと遠くに来ている場合もあります。なので犬だと1日何十キロって移動できたりもするのでね。でそういう場合もあるので、そういう場合はとにかく良さそうな人をちゃんと、そこはね動物わかるので、良さそうな人を見て助けを求めてくださいって言ってます。そうするとね、今まであったのはやっぱりなんかね、そういう人を見つけてその人の前に現れたり、人のお家の庭でお座りして待ってたりとか、あとねコンビニ結構多いんですよ。コンビニの前でお座りしていた。でコンビニでやっぱり親切な人とかそういう人が近寄ってきますよね、お店の人も含めてね。でその人たちに保護されて連絡があるみたいなね、いうパターンだったりするんですけども、そうやってとにかく出てきてもらうようにするんですけど、説得の後はね。でその馬の話に戻すと、馬の時は、一応、そういうふうにお願いしたら、まあ、捕獲器は今まで、まあ、その子だけじゃないんですけど、仕掛けられていても本当に分かっているので、納得してない時はその本当にね嘲笑うように、こういう表現本当にあれなんですけど、でも本当そんな時あったんですよ。その前をふふんって感じで通り過ぎることはいっぱいあります。で逆に言うと、その時は、犬用の捕獲器じゃなくてっていうのは近くになかったみたいです。なので全然関係ない野生動物を入れる、だから本人は入りきれてなかったです。頭だけ入ってる感じで保護できたんですけど、そうやって入ってくれている場合もあったし、あとこれは野犬の子で、その子は何回も何回も脱走していて、3回目だったのかな。で本当1ヶ月2ヶ月っていうのが過去にもあって、私は3回目の時に依頼が来たんですけど、その時もすでに1ヶ月経っていました。で捕獲器を、大体の場所が分かったのでね、捕獲器を仕掛けていたんですけども、もう本当にそれもその前を何回も何回もねカメラに映ってるんですけど、全然なんていうかな、入ろうかどうかためらうんじゃなくて、もうふんって感じで通り過ぎて行ってたんですよ。だけど最終的にすごく飼い主さんが納得した部分があって、そのワンちゃんが言ったことでね、で本当に分かったって思った後に、それをその子に伝えた後は、今まで何回もそこをなんていうかな、こう口笛を吹くように通り過ぎていたとこに普通にスタスタスタって入ってお座りしましたね。だからそんな感じで、まあそれね、意思があるっていう最初の話につながるんですけど、それぐらい違うんですね。だけどそのワンちゃんがね、馬の話なんですけど、なんで馬だったかっていうとね、馬事公園でもなかったんですけど、実はそこから少し離れたとこに馬事公園から毎日馬糞が運ばれてる場所があったんですよ。でそこにその子いたんですね。でそこが動物の価値観が違うとこです。動物は馬糞であろうと何であろうと、それを馬って認識してます。だから馬のそばにいるよっていう映像で馬の顔を送ってくれたんですね。でこんなこともあるから、やっぱりすごくアニマルコミュニケーションだけで探すのは難しいっていうのはそういうことなんですよ。ね、私たち人間だと馬っていうと、もう乗馬クラブとか馬がいるとことかそういうのを探すじゃないですか。まさか馬糞とは思わなかったので、っていうようなこともあって、なかなかそれだけでは難しいっていうところのお話でした。で実際馬はね、他の子でもあったんですけど、町名、なんか馬っていう名前がつく場所だった
ところ時もあります。それでも馬の顔を見せてくれた